さあ藤井さん、何かスペシャルなニュースが入っているそうなんですが。スペシャルなニュース、原稿、藤井さんあります？原稿は、今原稿届きました。はい、はい、お願いします。読みますね。今解禁のニュースが入ってきました。日本テレビの開局70年を記念し、報道記者が主人公のスペシャルドラマ、テレビ報道記者ニュースをつないだ女たちが来月放送されることになりましたって、今原稿を持ってきてくれたの吉根京子さんじゃないですか。はい、報道記者の吉根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、記者役ということでね、吉根さんは実際に私たちが働いている報道フロアで撮影をしたんですって。そうなんです。お邪魔いたしまして、お借りしまして撮影させていただきました。はい、ね、たくさんの人がいたでしょ。はい、ね、はい、だいぶ圧倒されたと思いますけれどもね。いや、はい、実はドラマの出演者の方が、はい、私の他にもう一人今報道フロアに来ているんです。報道フロアにいる、はい、報道フロアの映像に切り替わりました。いつもの報道フロアでこの時間帯は忙しいはずですが、ゆっくりと右の方にカメラを向けていくと誰かが映ってるんですか。あれれれれ、どこにいます。右の方をもうちょっと向けてもらえますか。あ、いた、藤井さん。あれ、もしかして江口さんですか。はい、ということでですね、藤井さん、はい、今日はスペシャルドラマからゲストとして江口のり子さんにもお越しいただきました。ありがとうございます。藤井さん、お疲れ様です。江口のり子です。はい、私も報道記者役ということで報道フロアにお邪魔しています。はい、実際の報道フロアどうですか。そうですね、撮影でもお邪魔したんですけど、その時は、休日だったのでここまで人が多くなかったんですけれども、今日はすごい人が多くて緊張感があります。いや、でもね、確かにね、江口さんみたいなテンションの報道局員、はい、たくさんいます。そして、そして、あそこにいらっしゃるダンディーな人が一番偉い人だそうです。どれですか。うん、そう、報道局長です。すいません、伊佐里さん。局長だ。あ、局長の名前呼んじゃった。はい、仕事中です、すいませんでした。あ、今聞こえたみたい。さあ、それではドラマの見どころですね、VTR にまとめてますんで、江口さんから VTR の振りをお願いしていいでしょうか。はい、吉根さんと私が出演するスペシャルドラマは一体どんな内容なのか、 VTR をご覧ください。藤井さん、私もこれからそちらに向かいます。お待ちしてます。お待ちしております。秋葉原事件かも、人が刺された情報あり。通行人を次々と刺していったということです。日本テレビの部屋も。吉根さんと江口さんがダブル主演するのは、来月5日放送のスペシャルドラマ、テレビ報道記者ニュースをつないだ女たちです。朝原代表逮捕です。朝原代表が逮捕されました、はい、多くの死傷者を出した宗教団体による化学兵器テロや、休日の繁華街を襲った惨劇、そして未曽有の大災害、人々の記憶に残るあの事件や災害、ニュースを最前線で伝えた報道記者たちを描きます。記者を演じるのは4人の俳優たち。もう塩まかれても取材するのは再発防止のためだって。吉根さんが演じるのは、コロナ禍で仕事との向き合い方に悩む Z 世代の記者、泉玲。嫌がる人もいるけど話したい人もいる、聞く前に決めつけないで。江口さんはそんな泉の先輩記者で、未解決事件の被害者遺族を取材したことがきっかけで、殺人事件の時効撤廃に取り組む間の双葉を演じます。違うんですね。そして日本テレビ初の女性テレビ報道記者として朝原祥子逮捕の中継を担当する曽根祥子役には仲間由紀恵さん、女性初の警視庁キャップを務め報道局社会部を引っ張る上司平尾成美役を木村佳乃さんが演じます。今回ドラマを作るにあたり、報道記者ら関係者80人を徹底取材。実話をもとに昭和、平成、令和と時代を象徴するような大ニュースと、それらのニュースを伝えてきた報道記者たちの各世代ならではの悩み、迷い、葛藤を描きます。さあ、
江口さんも報道フロアからスタジオに来てくださいました。どうぞよろしくお願いします。今回のドラマ、報道局の実際の関係者80人から聞いた実話をもとにして作っているドラマということですが、江口さんが驚いたエピソードはありますか？驚いたエピソードですか？そうですね、ドラマでは2008年に起きた秋葉原無差別殺傷事件の時の記者の様子も描いているんですけれども、事件当日日曜日だったので、結婚式に出席していた記者もいたんですね。で、事件の連絡が入って、でそのまま取材のために警視庁に直行したそうで、なので報道記者はどんな時でも現場に駆けつけるという姿勢に驚きました。はい。一方、芳根さんは、はい、この若手記者、Z 世代の記者ということなんですが、何か具体的にどんなお役ですか？私が今回演じさせていただいたのは、そのコロナ禍で毎日こう感染者数を伝えるっていうこと以外にも世の中に役立つことがあるのではないかと、こうニュースのあり方にこうもがく記者の、新人記者の役です。そしてあることがきっかけで、こうツイッターを生かした企画を思いついて、 SNS 世代ならではの新しい報道の形をこう見つけていく、でもこれも実際にあったエピソードを元にしています。ね、報道記者を演じてみて、芳根さんどうでしたか？そうですね、日々こうニュースがこう発信される裏で、すごいたくさんの方の思いや葛藤があるということを今回、本当に体感しました。最後にですね、ドラマの見どころをお願いいたします。はい。昭和、平成、令和とニュースを伝えてきた女性記者たちの、リアルをスペシャルドラマとしてお送りいたします。はい。そして江口さん、お願いします。はい。あの事件の裏側で何が起きていたのか、歴史に残るニュースを伝えてきた記者たちの悩みや迷い、葛藤を描いたヒューマンドラマになっています。スペシャルドラマ、テレビ報道記者、ニュースをつないだ女たちは3月5日放送です。ぜひ見てください。はい。いやでも今日実は芳根さんと、1時間ぐらい報道フロア回ってたんですけどもね、どうでした？今日日本テレビ実際に入ってみて、藤井さんとまさか回ることができるのか、本当貴重な機会をいただきまして、とても楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと江口さんは、はい、本当に日本テレビにいそうな報道記者なんですけど、雰囲気、はい、ありがとうございます。演じていらっしゃるのか、はい、普段からそういう感じなんですか？今ですか？はい、今はこれなんかいろいろ、何ですかね、人の言いなりになってる感じで、はい、そうですか。いや、ね、本当に私たちがお願いして、こうやってスタジオに来てもらってね、やりたくないこともあったかもしれませんけれども、ドラマ楽しみにしてますね。3月5日の夜8時から、10時54分まで3時間のドラマということで、はい、楽しみにしております。はい。芳根さん、江口さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しみにしております。ありがとうございました。